伊豆半島のランドサット衛星写真。スペースシャトル標高データ使用。伊豆半島伊豆半島の位置伊豆半島は、日本列島の内本州の南東部に位置する半島。静岡県の東端部に位置し、南へ約5 0トルにわたって突き出した半島は、東岸に相模灘、西岸には駿河湾があり、最南端の移動先から太平洋を望む。 明治以前は伊豆国として東海道の一国であった。クリップ、伊豆半島の周辺静岡県の東端部に位置し、南へ約50キロメートルにわたって突き出した駿河湾と相模灘を隔てている半島である。一説には南海に突き出ているので、伊豆から伊豆と呼ばれるようになったと言われる。北部を除き山地が大部分を占め、平坦地は少ない。従って、 市街地は狭く、海岸沿いの低地や谷に住宅が集まっている。東岸に、相模灘、西岸には、駿河湾がある。最南端は、移動先であり、太平洋を望む。なお、フィリピン海プレートの東端に乗る伊豆諸島や、小笠原諸島から、沖縄県の各諸島までの海域は、太平洋の一海域である、フィリピン海の一部であるが、 この名称は日本では普及していない。北部は、一級河川の狩野川の中石平野である、田形平野が広がっており、伊豆半島内でも田畑が多く、稲作は、弥生時代の遺跡もあり古く農業が行われている。また、伊豆半島は、山が険しく人の手の入らない箇所が多くあり、海岸線と、天城山などの中北部の山陵が、 富士箱根伊豆国立公園の一部として指定されている伊豆半島の地形図。人家の多くは名色で表された平地部に集まる。中央右やや下の後方が天城山。クリップフィリピン海プレートの最北端に位置する伊豆半島。伊豆半島の近くはフィリピン海プレートの最北端に位置している。北アメリカプレートとの衝突のため岩盤に亀裂が起こり、 これに、マグマが貫入することにより、伊豆東部火山群が形成されている。このマグマの貫入によって、半島東部では、群発地震がしばしば起こっている。古くは、伊豆諸島の島々と同様に、火山島であったこともあり、大型火山が大きく侵食された地形が残り、各地に温泉が湧く。植物省は、本州とは異なる、南方系を形成している。 半島が海底火山であった頃の噴出物が海底に積み重なってできた地層を古い順に西那総郡、湯ヶ島総郡と呼ぶ。上記の伊豆半島がフィリピン海プレートに乗って南から移動し、本州にぶつかったとする説はプレートテクトニクスに連動したものである。一方、プレートテクトニクス説が普及する1980年以前は伊豆半島は 現在の位置で形成されたものと考えられていた。プレートテクトニクスに批判的な柴正弘は2016年時点でも半島の移動はなかったと主張している。伊豆半島のセンシニオの地層からは大型有効虫のレピドシクリナが発見されるが、これは日本本土の他の地域では中心よ中期の後期までには見られなくなる。この有は サンゴ礁に生息していたものとされており、これは伊豆諸島及び伊豆半島がその当時熱帯にあった証拠と考えられている。これに対し、中心与中期は大規模な流気が起きていた時期であり、それが周辺海域に素流体積物を多量にもたらしてサンゴ礁を全滅させたことで有効虫がいなくなったのであり、伊豆半島では大きな川がないために、 珊瑚礁がなくならず、有効虫が生き残ったと、芝は推測し、半島が熱帯にあった証拠にならないとしている。また、小笠原諸島の生物症は、海洋島によく見られる、生物症の特徴を持つ。それに対し、伊豆諸島はむしろ、日本本土の生物症に非常に近い。伊豆半島が北上して、本州に繋がったのだとすれば、同じプレート上にある。 伊豆諸島、小笠原諸島もそれに伴って移動してきたと考えられるが、芝は戦術の生物賞の際を指摘して、これを疑問視している。芝によれば、過去のある時期に伊豆諸島と本州が同じ陸地にあり、その頃には寒冷な気候で伊豆諸島の位置までが火力紅葉樹林帯に覆われていたのが、後に海水面が上昇して、 島となり、隔離によって種文化が進んだという。中心夜末期には、伊豆半島から伊豆諸島の青ヶ島までを含む、巨大な半島が順次切り離されていったと、芝は推測している。半島内の地域はそれぞれ、西岸を、西伊豆、中北部を、中伊豆、東岸を、東伊豆、南部を南伊豆と呼ぶ。なお北伊豆も使われることがあるが、使用頻度は低い。 なお、伊豆地方は、東京に近いことから、東海地方ではなく、関東地方の一部として認識されることが多い。衆議院小選挙区においては、静岡県第5区と静岡県第6区にまたがっている。括弧内は、季節運行、月、木、土曜日は逆回り、水曜日は運休。関東地方からの観光客に人気な観光地である、伊豆半島は、主に、 熱海修善寺と伊東の温泉行楽地として知られている。富士山や箱根と隣接しており、富士箱根伊豆国立公園の一部であると同時に、伊豆半島単独でも伊豆半島、ジオパークを構成する。旅行地として、温泉の他には、海水浴、サーフィン、スキューバダイビング、ゴルフ、オートバイなどで人気がある。旅行地として、以外では、農業と漁業は、 地域経済の重要な要素である。特に内陸は、わさびの主要生産地の一つで、郷土料理は、わさび風味となっている。それでも、東京や静岡に人口が流出するのを防ぐには、これは十分ではなく、東京や静岡に対して、これらの産業は有利ではない。伊豆半島は、その全体が、静岡県に属している。一般的には、以下の七市と六町からなる。 13市町として言及されることが多い。日本でもよく知られた温泉地帯である。数多くの漁港を抱え、新鮮な魚介類と温泉を目当てに観光客が訪れる。参観では、わさびやわさび漬け、椎茸などの名産品や、イノシシ鍋などの郷土料理もある。早くから日本有数の観光地域でもあったが、戦後になって大手資本による、 大規模な開発合戦も行われた。代表的なのは、東急電鉄と西武鉄道の伊豆開発競争で、東急は1961年に伊豆急行線を下田まで開通させ、西武は伊豆箱根鉄道スンズ線を軸に、陣取り、誘致合戦を繰り広げた。特に、伊豆急行開通後の東伊豆の観光地、別荘地下は目覚ましいものがあった。文化面では、 川端康成の伊豆の踊り子をはじめとして文学の舞台となっている街も多い。カテゴリー伊豆半島を舞台とした作品を参照。ありがとうございます。